ご意見いかがですか？バニラエースです。8月の5日からサマーセールが開催されておりますゲオなんですけれども、8月の6日に一度買い物に行きまして、まあ動画にもしたんですけども、もう一回ね8月13日行ってきました。今回のセールの特徴は2つありますよね。1つ目は中古ゲームソフト、税抜き価格500円以上のものを2点同時購入で500円引き。で、もう一つ、中古ゲーム機を2000円引きというものですね。で、中古ゲーム機の方なんですけど、まあ、セール終盤戦だったんですけど、まあ、私のよく行ってるゲオさんでは、まあ、スーファミミニとか、ファミコンミニとか、3DS とか、意外にね残ってたんですけど、まあちょっと予算との兼ね合いとかね、まあもうさすがにスーファミミニも3代目はさすがにいらんなと思ったんでちょっと買わずに、来ましたが、ソフトの方はね、結構いいものが手に入ったと思います。ちょっとねそちらのソフトの紹介の方も行ってみたいと思います。では本目はこちら、グラビティデイズですね。1800円ですね。まあ安いかなーって感じですね。はい、まあ500円割引を使ったとしたら、まあ1本あたり250円引きみたいな感じなので、まあそうでもないかなーって感じですよね。まあこれに組み合わせるものの価格次第っていうところの価格帯だと思います。はい、ということで2本目、行ってみましょう。これと組み合わせたのは一体何かというとこちら、グラビティデイズ2ですね。で、値札がねもうちょっと剥がれてしまってるんですけど、これがですね、まあ、税抜き価格ですけども880円でした。2のしかもこれね初回限定版だったんですよ。後でね気づいた、てか買ってから気づいたんですけど、初回限定版が880円だったんですよ。これ結構良かった。まあ、最初にこっち発見したんですよね。880円でグラビティデイズの2が手に入る。で、1はビータで持ってるから、あ、じゃあこれで1、2揃うわって、ちょっと上見たら1が置いてあったんですよ。ただちょっと高いなと思ったけど、2が安いから、あ、もういいや買っちゃおうってことで、買いました。ちなみに初回限定版はね、これなんかアニメの DVD かな、あ、ブルーレイか。ブルーレイがついてるらしいですね。はい。全く一粒で二度美味しい。ね。そういうものだったのが、結構安く買えたのは良かったなって感じですね。はい。ということで、まあ、今回ね、セール対象品というか、セールの500円引きで購入してきたのがこの2つになりました。それはさておき、今回ねゲオに行ったのはサマーセールのことだけじゃないんですよ。先日ある噂を耳にしたんですよね。まあその噂っていうのは、発売されて間もないスイッチ版ライブアライブの新品が半額で売られてるっていう、そういう噂なんですよね。いや、まさかって思うじゃないですか。で、写真がね、載ってたんですけど、まあ、そりゃ、そこの地域だけとか、その店舗だけってこともあるから、私のね、よく行くゲオで、そんなこと行われてるわけないよねって思って行ってみたら、びっくり。やってました。驚異の 48% オフ、定価7480円が、3848円になってました。7000円台が3000円台に変わりました。すごいねこれ。しかも新品ですからね、これ中古じゃないからね、ほんとすごいね。いやだからね、もちろん買ってきましたよね。限定版も買ったし、実はね
限定版開けるのが嫌だからダウンロード版も買ったんですけど、それは安くなってるんだから買わずにはいられないでしょ。はい。なので思わず買ってきてしまいました。はい。ライブアライブ、実質3本目です。はい。まあいいんですよ、別にライブアライブはね、何本あってもいいんですよ。はい。いやー、でね、この現象なんですけど、ゲオだけで行われてるかと思ったらそんなことないんですよね。でね、8月12日の記事で、駿河屋でも新品が2700円引きで販売されているというニュース記事がありました。で、今在庫調べてみると駿河屋さん売り切れになってるみたいなので、もう売れちゃったんだと思うんですけど、いや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 、どうしちゃったのって感じで、もう一つ気になったのが、まあ通販のね、大手である、じゃあアマゾンどうなのと思ってアマゾン調べてみたら、まあこの収録をしている8月13日、今がだいたい4時ぐらいなんですけど、夕方の、在庫残り1っていう状態だったんですけど、アマゾンだとね、5330円、29% オフかな、いうことで、まあゲオの割引率には及ばないものの、かなり安くなってますよね、新品が。しかも、いやいや、どうしちゃったのライブアライブね。ちょっとパッケージ版の在庫がダブついてるんでしょうね、多分ね。いや、アマゾンでね、ちょっとびっくりしたのは、パッケージ版は安くなってるけど、ダウンロード版はそのままの金額なんですよね。いや、これって、まあもちろんダウンロードする人が増えてるってことはわかるけど、ライブアライブって、ね、もともとレトロゲームだから、古い世代、僕らの世代なんかがパッケージ版を買っていくっていうふうに思ったから、いっぱい作ってたのかなっていうふうには予想してますけどね。まあその、ライブアライブをいろんな人に遊んでもらうために、金額が安くなって手に入れられやすくなるっていうのは、すごく、ウェルカムなんだけど、やっぱりなんかライブアライブの価値が、なんかすぐに下がってしまった。面白くないものになってしまったって見なされるんじゃないかっていう風に思う、なんかそういう気持ちもあって、なんかちょっと複雑な胸中ですね、ファンとしてはね。はい。まあ、ただ、非常にお求めやすいです。ゲオさんはね。駿河屋、アマゾンと比べても、ゲオの店頭で買うと、48% オフか。もうほぼ半額ですから、もうこれは今のうちに買っておいた方が、私はよろしいかなと思います。まあね、新品で、割引もない状態で買った人からすると、この野郎って気持ちになるかと思うんですが、まあ、もうちょっと割引になってからでいいよと思ってる人は今がチャンスですね。はい、ぜひ買っていただけたらと思います。ちょっとこれはね、あんま買えっていうのはね、本当は言いたくないけどね、ライブアライブは別です。もう特別なゲームなので。そうだろ、待つ。いかがだったでしょうか。今回は2020年のゲオサマーセールでの購入品紹介と噂の真相の確認ということで、ライブアライブ買ってきました。まあライブアライブについては、値下げしましたっていう、広告しか、まあポップしか出てないんで、まあいつまでこの料金なのか、今がセール料金でこの値段なのか、それとももうずっとこの値段で売るのかっていうところについては情報がないです。私の知る限りでは確認ができてないですから、まあそこだけちょっとご留意ください。今しかやってない可能性があります。だから今の在庫が吐けたら、もう、やりませんよってなるかもしれませんのでね。
そこだけちょっと注意しておいていただけたらと思います。それからまあ、ね、ゲオセールの話に戻りますけども、セール期間はね8月16日までですから、まだもうちょっとね時間があります。興味のある方はお店に行ってみてください。まあ、直接ねお店に行くの面白いですからね。普段自分がね目にしてこなかったものが安くなってた、あ、これ遊んでみたら面白そうだなみたいなのもあるかもしれないんでね、店舗に行って、探してみるのもいいかと思います。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。